Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Monday. Look at anything. 皆さん、こんにちは。花子です。下落状と金縁に入りました。 昨日5月30日月曜日はアメリカはメモリアルデーで米株市場お休みでしたね。先週は米株市場上がりましたが、S、S&P500 を見てみましょう。年末の最高値から年初来下落していますが、現在マイナス13.31%。13. マイナス20%を超えたらさすがに下落するだろうという見方も多く、私もそう思いましたが、ここで打ち上げ花火となるのかどうなのか、でも常々私は思ってます。長い長期投資だから遊びも入れましょうよってこと。 昨日私も日本ダービーしたし、競馬みたいにって言ったら、昨日優勝した竹豊さんに悪いが、70%S&P500 とかで、あとは遊びでもいいじゃない竹豊の奥さんは佐野良子。あ、そうそう、日本ダービー。5月27日、日本ダービーの馬券決めました。競馬好きの1個に10万円選んでもらいました。イクイノックスは逆に勝つだろうということで、単勝にはしないとのこと、かなり保険をかけたそうです。 儲かればあげるし、損しても文句言わない。リスクを理解すれば、競馬してもいいんです。日曜日の15時40分から。そして、日曜日。もう、最後に随分違うんだ。13、18。13、18。 どういうことそれで。1位13番、ドーデュース。2位18番、イクイノックス。終わったりやないか、おいっこ。10万円が26万円に、おいっこに16万円あげました。おめでとう。<laughs> 税金に関しては適切に申告していますので、ご安心ください。何の話 そうそう。ちゃんと70%は S&P500 に投資していれば、残りの30%は何にかけてもいいじゃないのってことです。もちろん下落でも保有できるのなら、レバナス100%でもいいと思いますよ。私の考えで言うと、ナスダックは S&P500 のレバレッジ。つまり、ナスダックはレバ S&P500。つまり、レバナスは S&P5005 倍レバレッジというイメージです。 私はメンタルが無理そうなので、レバナス100%はしませんが、とにかく守る部分を守るのであれば、競馬したっていいんです。競馬については素人なので、馬ちゃんたちのコンディションを見るとか、騎手さんたちの奥さんの手料理が重要だとかわかりませんが、竹豊の奥さんは元アイドルの佐野良子。1985年歌手デビュー。可愛いですね。秋元康の作詞の歌が多いですからね。しかも佐野良子は2017年の竹豊の露中疑惑にも、 神対応の完璧な妻。これは、手を繋いでいますよね。いや、握手じゃないですか握手ですよ。この勝者の余裕。別にそれは自分は怒ることではないので、やっぱり楽しいお友達とも仲良くしてもらいたいですし、お咎めみたいなものはなかった奥様として怒ったりとかもちろんです、あります。もうきつくちょっと怒りすぎたかなっていうぐらいにきちっと怒ってしまいました。それに対して、竹さんは何とおっしゃった なんか小さくなって謝ってました。これはカメラ回ってないところでは、竹豊騎手は奥さんにかなりやられてるという可能性もありますが、それで人体怪我したわけじゃないですよね。今回の日本ダービー優勝の勝因は、奥さんの佐野良子であると私は見ています。はい。ここまで分析しないと、競馬は。ちょっと競馬は素人なので、論点がずれてるかもしれません。あ、ずれてる。ずれてる。申し訳ない。素人だから。 決算書を見ずに個別株を買うのは、競馬よりもリスクが高いかもしれません。話を戻しますが、5月23日から27日の、純資金流入額上位の10ファンド。私も楽天証券でやっている積立てニーサは、この1位の EMAXSLIM 米国株式 S&P500 です。1年前から積立てニーサを始めましたが、今見たら覆明期になってたよ。 積みたて NISA に,についてはこの動画を見てください。毎月33,333 33円を1年間積み立てしてちゃんとプラスになってます。私は米国籍なので楽天証券では米国株が買えない設定になっていますが、これは日本の商品ですから私にも買えます。ちゃんと安全にやってれば投資は怖くないんですね。前回の動画でも言いましたが、積みたて NISA で積み立ての癖をつける。 そして、こんな報道がありました。100万人に能力開発、再就職支援、年内にも資産所得倍増プラン策定。資産所得倍増プランとは、要は、日本人の総資産のうち54%の1000兆円は現預金だということに目をつけて、それを投資させてお金を儲けようってことですよね。5月5日、岸田首相はロンドンの金融街で講演し、自身が挙げる経済政策、新しい資本主義の具体策として、 日本の個人金融資産約2000兆円に関し、貯蓄から投資への動きを促す資産所得倍増プランに着手する旨を表明しました。首相は日本の個人金融資産の半分以上が現預金で保有された結果、 この10年間では米国では家計金融資産が3倍、英国では2.3倍になったのに、我が国では1.4倍にしかなっていないと言いました。そして日本の大きなポテンシャル潜在能力と言いました。なんて都合がいいんでしょう。就任早々金融所得課税の導入を打ち上げって言っていました。そして日経平均株価下落。それが今回の参議院選選挙前になったらそれは一旦延長。 票が取れなくなるからですね。今年の参議院選は7月10日、投開票で調整中です。今ある現金を投資させよう。そして金融所得課税を釣り上げようとしてるわけですね。さらに、自社株買いの制限。日本のルールでは、債務超過になると上場廃止になります。しかし、アメリカのルールでは、自社株買いで債務超過のエリート企業はたくさんあります。これはちょっと情報が古いので、ホームデポは債務超過解消したと思いますが、 フィリップ・モリス・インターナショナルは配当金は4.67%と高いし過去1年で見ると10%株価が上昇しているのでいいですが2022年3月決算で債務超過が8203ミリオンダラつまり1ドル127円で1兆円超えです株主資本等変動計算書を見てみると自社株買いを35ビリオンダラつまり4.5兆円していますワイルドだろう キャッシュフローがあればアメリカでは問題ないということになりますが、確かにキャッシュフローはあります。でも日本だったら上場廃止案件です。このようにボーイング、マクドナルド、スターバックスと有名な会社が自社株買いで債務超過、つまり自己資本比率も計算不可能な会社ということになります。そんな中、岸田政権は自社株買い規制をしているわけですね。自社株買いで債務超過、でも上場廃止ということで、 もう自社株買い規制は十分だと思いますけどね。それでインベストイン消しだって言われてもね。5月9日の会見で松野官房長官は金融所得課税の強化に関し、一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮して検討していくと述べていますが、資産所得倍増プランの意味は矛盾しすぎてよくわからない。金融所得の税金を増やすなら日本で投資する人は減る。 だけど、日本人が持っている現金を投資しろという意味がよくわからない。そもそもが投資は危険だと思っている日本人はアメリカ人よりもずっと多いのに、そこで投資に対する儲けの税金を高くするとは、行動に矛盾がありすぎて意味が不明です。政府は、イデコ対象拡大65歳以上の加入検討、現行20歳以上65歳未満を65歳以上に拡大方向。あかん。なんか勘違いしてないか私が勘違いしてるのか イギリス見習って変えるなら、イデコじゃなくて、一般人さ、でしょう。期限とかないのよ、イギリスやアメリカは。ふぅバイデン米大統領も敵も味方も裏切ってくるので、何を考えているかわかりませんが、バイデン氏台湾侵攻に軍事介入名言、米交換、政策変わらずと釈明。彼の部下は後始末に大変。 運用されていない日本人の現預金を投資原資とみなしてポテンシャルと表現することがすごいなと思いますね。そういえば岸田コインも出ました。でもこれは浄土や売却ができないそうです。しかしもう岸田首相や小泉進次郎前会員競争の顔写真付きのトークンデジタル上の出席証明記念バッジを配布するほか6月上旬にはメタバースで該当演説を行う予定。それはすごいですね。私は朝の日課にアレクサに日経電子版ニュースかけてって 言ってるんですが今日の始まりはこれ日常生活にメタバース仮想空間が広がり始めていますということで広がり始めてるそうですよ私も NFT は来ると思って花子 NFT を売り始めてガールズ30体ボーイズ30体を販売した後ジェネラティブを販売しようと思っています ジェネラティブというのはパーツを組み合わせてたくさんの NFT を作るということなんですが、ガールズ・ボーイズが終わった後に1つ1000円ぐらいで1万体ぐらい販売しようと思ってます。それでこの岸田コインは浄土や売却はできず、出席の証明や記念バッジとして活用する。え それが NFT?NFT を使って今後会議の出席や意思決定、投票の場にも活用できるかもしれない。まずは NFT に慣れてもらうことで、エンゲージメント、愛着心の仕方を模索していきたいと強調した。また自民党は Web3 の技術の一つであるアバターを介して人々が交流したり、遊ぶことができるオンライン空間であるメタバース空間を用いたメタバース演説会を6月5日の夜に行うことも発表しました。アプリクラスターをダウンロードすることで、演説会 以上に行かなくくてもも演説を聞くこととができるというもの NFT 施策を推進するためには利用者事業者双方の権利保護などの規定が明確化されていないことなど課題があり早急なルール整備が求められているということで NFT に力を入れてきた私は間違っっていいなかったととうことですねこれから少しずつこんな感じの本を作ろうと思っています。 米国株の紹介とおまけで NFT についてなど、メタバースに強い会社の説明など、また英語も勉強できるやつにするので、アメリカ人に英語を編集してもらう。ガールズの後にはボーイズもできるので、これから青春ラブコメかなんかを書こうかなとも思ってます。とにかく世の中そっちの方に向かっているということですね。自民党が必死にそっちでもう出遅れるわけにはいかないと思ってるわけですから。でもちょっと行動パターンが発展途上国のエルサドバドルに似てますね。 エルサルバトルはビットコインを法定通貨としたため格付け会社のフィッチから格下げされました。とにかく岸田政権はいろいろと必死です。それで先週の1週間はダウは5.79%上昇、S&P500 は6.09%上昇、ナスダック100は6.86%上昇。これ短期投資だったら十分儲けるチャンスありましたよね。3つの指標全部が1週間で6%上昇してるわけですからね。どういうことがこの1週間で起こったかというと 4月の個人消費支出 pce 物価指数で物価上昇率の減速が示されインフレ加速への懸念が後退した FRB が物価の目安とするコア指数は前年比で4.9%の上昇と2ヶ月連続で伸びが鈍化ソフトウェア銘柄の高決算や長期金利の低下がハイテク株のサポート材料となった週末を控え利益確定の売りも出やすい中ではあったが取引終盤にかけて上げ幅を拡大セクター別では自動車 動車部品、半導体、同製造装置が大きく上昇前日引け後に発表した四半期決算が市場予想を上回る内容で上昇オフィス再開の動きが進んでいることでビジネス用 PC やネットワーキングサービスの需要が堅調だったということですが。 今まで見てきて、時価総額1位のアップルも高決算、3位のマイクロソフトも高決算。しかも FRB は、経済は好調、リセッションではないと断定している。本日のメモリアリデーが終わったらアメリカでは夏休みが始まる。私は3月にサンフランシスコに行きましたが、アメリカは完全にコロナは終わっている雰囲気でしたので、今回の夏休みは初めての完全なコロナなしの夏休みです。今まで使えなかったお金を使ってどんどん出かけていくし、消費も増えると思います。株価は確かにこれ これかかからどうなるはははっきりは分かりませんが私にはこれからアメリカが衰退していくようには全く見えないんですが長期投資は10年が目安ですが今の株価は10年後に高いと思うのか安いと思うのかで言えば安いと思いますけどね日本はまだ先ですがアメリカではこれからお金を使う準備が 万端です。いつも言うように、下落で買う、上昇で買わない。一番簡単なのは、下落でも上昇でも買う、ドルコスト平均法。期待しすぎない、がっかりしすぎない。冷静に自分のメンタルとの兼ね合いで、自分に合った投資をしましょう。今回の動画が皆さんが株を買う時の一つの材料となれば幸いです。投資は自己責任でお願いします。それでは、さようなら。 アーティストセノちゃんとのコラボ NFT ですそれぞれの女の子には好きな米国株があるというキャラクター設定のある NFT 商用利用許諾ですがその際にはアーティストセノちゃんの表記をお願いします NFT で人気のボワード・エイブンも商用化にすることを発表しました商用利用許諾のない NFT なんてもう古い2日に1回ぐらいオープンシーでオークションしています詳しくは w w w f i n a n c e w i t h h a n o c o m h a n a q u o n f t をクリック下にリンクがあります